しくお願いします。はい、それではまなかちゃん今日から新しいハローっていう曲、はい、あのこれオフィシャルヒゲダンリズムのハローでいいですか？そうです。はい、じゃあハローのいつも言ってますけど譜読みをしながら、はい、あのその時に使われているいろんなリズムだったりフレーズ技だったり一緒に覚えていこうかなと思ってます。はい、まあ、最初のねこの楽譜通りやっていくんですけど、まずこの曲の中で今回はあのシャッフルビートって言って、うん、あのまあ、楽譜見てもらえれば分かるんですけど、全て3連符、はい、3って書いてますよね。3とか6っていう書いてて、うん、で真ん中が中抜きって言ってこう、うん、トーマーとだったらこの間の真ん中の部分がない、トットトッ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 ト、はい、123123の2がなくて1313こう真ん中抜いた状態でこうリズム刻んでいくことをね、うん、あのシャッフルビート、スイングビートっていうんですけど、うん、で大体これが10曲に1曲ぐらいあります。今回はまどかちゃんがいいなと思った曲がシャッフルビートだったので、シャッフルビートをちょっとやっていこうかなと思います。跳ねてるってことですか？あ、そうです、跳ねてるってことですね。例えば今までこうドンタドンタ、このドンタドンタなんだけど、頭の中ではタッタ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 ってこう感じながら叩いてほしいんですよね。ただ単に普通に叩く人は初心者、今回はシャッフルビートって言ってちょっと細かく刻んでほしいんですけど、本当はシャッフルビートじゃなかったら、例えばタカ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 とかタタ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 とか、このドンパンドンパンの中にも2つで刻んだり4つで刻んだり3つで刻んだり、あの3つの中抜けで刻んだりとかいろんな方法があるんですけど、今回は3つの中抜けで全部刻んでください。これ今まどかちゃんも感じてくれてるから、こう首でこううまくリズム取ってくれてるんですけど、これを感じない人はドンドンドンになっちゃうの、うん、なので簡単なフレーズのとこも全部シャッフルビートを感じてタッ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 タって感じながら叩いてください。ということで小説の番号で言うと6番、6、ああいいですね。でこのまま4小節目に行きますけど、はい、4小節目は最初にドッドパッパっていうのは今やったフレーズがありまして、はい、最後の3連符の技なんですけども、はい、今回はこのまま3連符叩くと、うん、カタカタなんですけど、うん、あの真ん中にお休みがありますよね。これお休みがなかったスネアだったら、うん、これの左手がないっていうことで右右ってやります。足も入れますか、はい、ということで、つっか右右って入ってください。これ左で入った瞬間に手順が変わってくるから、あの、えらいことですよ、右右、はい、でなんで右かっていうと、その弾む給付のお休みのところを左手で叩いてるからね、本当ね。ということで、その小節全部やると、はい、いいかと思います。ということで、これが早いんですよね。ハローを流しながら1段目だけずっと練習するだけでも結構いい練習。これも1小節目と3小節目も必ずドーンタンじゃなくてタッカタッカって言いながらやってよ。気をつけてほしいのはドットカッカッじゃなくて、結構ルーズにドードタータってやってくれた方が3連符っていいですよね。ちょっと難しく言うと16分音符4個のタカタカの真ん中2つ、うん、2番目と3番目がない場合はキツツキのツツがない場合でキッキ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 、これは結構殺伐とっていうか言い方悪いですけど結構羽がきついんですよね、うん、カッカ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 っていう場合と、今回は3連なので緩やかな、きついバージョンは16分系の細かい音の方で、うん、緩やかなバージョンは3連系でちょっと覚えてくれるといいかなと思います。なので今からちょっとその4小節やるんですけど、はい、ちょっとゆっくりやるけど、ちょっと僕が最初に叩くので、はい、こんな感じで後でまだかちゃんと一緒にやります。
シンバル叩いて、またその段戻れますか、はい、同じ段、はい、いくよ。最後1個多くてずれちゃう。 RR って書いてある。例えばあのダイヤモンドっていう僕ら世代にはよくある、プリンセスプリンセスの、あのそれもタカタタカタタンカ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 でこうスイングビートでずっとこう3連の技なんですよ。タッカ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 ってやらなきゃいけない。ということでこの2段目のこの段の練習を結構やっといてくれた方が他で結構いろんな技が出てくるので、はい、2段目結構大事ですってことね、はい、じゃあ次3段目いきましょうか。もう3段目の一番最後の4小節目が結構難しく書いてるんですけど、うん、4小節目のちょっと一拍ずついくけど、はい、最初は一拍目はどんどん、うん、で次が、うん、で次は足がメインでドフラット、うん、ということでこの2つ真ん中の2拍だけやるとそれは今2たす2たす2じゃん、はい、で今回は2たす2たす2なんだけど3たす3で感じられます。分かる。フラッドフラッ、あと次ドフラッド、普通にやるとフラッドフラッドフラッドなんですけど、それをフラッド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 、これでできる。フラッド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 、さっきのまどかちゃんのこれ8分で数えてて、フラッド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 、それは2たす2たす2、まあどっちにしろ6にするんですけど、2たす2たす2でやるパターンと3たす3でやるパターンと一応2種類ちょっとできた方がいいんですよね。今回はフレーズ的にはなんだけど、頭の中では3たす3でやった方がかっこいい。昔あのウエストサイドストーリーっていうので、タタタタタタタンタンタンってあのアメリカっていう曲があるんですよ。タタタタタタタンタンタンタタタタタタタンタンタン、これってタタ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 タカタカタカって3たす3と2たす2たす2が交互にくるの。そういう曲があるんですよ。なので今度そういう曲ちょっとやってみましょう。3たす3と2たす2が交互にくるの。続きまして A メロですけど、 A メロは簡単ですよね。2小節目の4拍目がチッチッ、ジャズとかやってるとチー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 ってよくやるからね。一応こういうなんか小技が入ってます。13番から4小節いく、はい、じゃあ視聴者が17、18にしようか。ここ結構、あの、なんていうんですか、しっかり叩いて。なんか、チーター、チーター、チチ、チチっていうところが、まあまあ早いんですよ、テンポ感が。で、そこが今できました。で、今度はその最後オープンしたいんですけど、今、一発目は踏むだけの音だけにしたいんですけど、まず。開けて閉じるので閉じた音もしちゃうし打つ音もしちゃうから、うん、あの2つダブリングって言って2つ音がしちゃうから2つ叩いてもいいんですけどね、はい、僕のお教室では踏む音だけにしたいので、チッ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 って4発で同じように、要はチッ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 ですよね。1回目は踏む、あとは踏まない、あと打つっていう、なるべくこう同じ感じにしたい。まあ、でもそんな感じで、一旦このハロー、はい、
はまだね序盤の A メロの本当何個かしかリズムやってないんですけど、はい、今回はシャッフルビートっていうのにまどかちゃんがチャレンジしてもらっているので、はい、このおしゃれな感じのこの曲もちょっとマスターしていければなと思ってます。リズムだったり技だったり手順とかも特殊なところがあるので、うん、今回はそこはねなるべく早く取得してこの曲もマスターしていければと思います、はい、じゃあ一旦前半戦はこんな感じで終わりますか。はい、じゃあ終わります。終わり。